この後は広い範囲で雨の可能性があり、ざっと強まることもありそうです。まずはいただいた雨リポートを見ていきます。愛媛県西予市の方から届きました。雨ですということで、内藤さん、西日本の太平洋側ではすでに降り始めているところも多いですね。はい、西日本太平洋側はですね、もう昨夜、はい、夜間から、ずっと降ったりやんだり、断続的に強い雨や激しい雨降ってるんですけれども、はい、この後は瀬戸内側、あと日本海側などでも降ってきそうですね。はい、はい、では10分天気と雨雲レーダーなどこちらでご覧ください。九州から四国で見ますと、太平洋側のエリアはもうずっと降り続いている感じです。断続的に降り続いている感じです。ただ今ね、リポートでもいただきましたけれども、愛媛県西予の方でも次第に発達してきました。松山周辺などでも徐々に発達が始まっているような状況です。これまで晴れていた九州北部でも小さなものが発生を始めております。はい、今日の午後はこの湿った空気とそれから気温の上昇、風の収束などの影響で、現在晴れているところ、あるいは午前中晴れていたところも局所的なにわか雨雷雨にお気をつけいただきたいと思います。はい、そして関東エリア もう南から近づいてきた暖湿流の雨雲、もうこれが沿岸部に近づきながら消えてきていたんですけれども、湿った空気として入ってきたために、陸上で気温が上がっている場所で発達が始まっています。このあと午後は千葉県内を中心に、そして夕方から夜以降は関東南部全体、そして北部にかけても雲が局所的に発達する可能性があります。はい、そしてまた北陸から東北にかけて、こちらも一旦晴れていたんですが、これは今朝にかけて通過していった前線移送が現在北海道道東エリアから北陸沿岸にかけて伸びています。はい、秋雨前線が朝鮮半島方面に伸びてきていますけれども、それに連なるような前線帯です。この前線帯近傍でも雨雲が発達していますけれども、午後はさらにですね、この東北エリアや北陸エリア、甲信北部のエリアでも発達、北海道道東エリアでも改めて発達してくる見通しとなっています。雷や突風を伴った激しい雨や非常に激しい雨に気をつけてください。この後の降水の移り変わりなんですけれども、東日本から西日本を最初に見ていただきますと、あちらこちらで発達しそうです。東京湾周辺でも発達あり、京阪神付近は山沿いが中心ですけれどもね、発達していきそうです。九州北部、中国瀬戸内、山陰エリアでも発達しそうです。雷を伴った、短時間の激しい雨お気をつけください。夕方一旦収まってもですね、はい、夜の初めにかけてまた再発するところがありそうです。東京湾周辺、関東北部のエリア、こういったところではこの南から北上してくるシアラインの影響が夜遅くにかけても出る見込みです。そして北日本エリアですね、北日本エリアも先ほど言いました、前線帯周辺での雲の発達がこの後促進していく予想となっています。はい、短い時間でもやはり強く降りますと低地の浸水なども心配されますね。そうですね、はいはい、この後も急な強い雨に気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。